よし行きな、よし、やばい、やばい、はい、どうも、おしょうとんねるです。本日は、個人的にはちょっと待望のとあるバットを紹介したいと思います。まあ、今年からですね、高校野球低反発バットみたいな話でちょっと話題になっていると思うんですけど、ちょっと見方は違うんですけど、草野球の方もですね、ウレタンバット禁止のグラウンドというのが都内で少し出てきました。なんと今回ですね、意外とこれまでなかったバットが登場しましたので、そちらを紹介していきます。それがこちら、一見普通の公式木製バットなんですけど、これ BFJ マークついてて、社会人野球、大学野球の大会で使えます。で、まず1個目がこの素材なんですけど、北海道だけカンバっていう素材なんですよね。これが軽量で打感が硬いというバットらしいんですけど、これはぶっちゃけ打ったことありません。でもそれだけだったらこの素材がちょっと違うんだなって、硬いのかなって思いながらこれから打っていくんですけど、もう1個ポイントがありまして、こちらです。なんとですね、公式木製で83の 800g という超軽量公式木製バットになってます。で、これ全部でこのシリーズ4型出てまして、なんと 82cm の展開もあるんですよ。なので中学生からでもこう打っていけるような木製バットになってますので、まあ自分みたいに軟式と公式両方やってると、やっぱりどうしても軟式のバットの重さに慣れてしまってるんで、公式の通常の木製重く感じるんですよ。なんでこの800っていうのはぶっちゃけ初めて打ちます。なのでその辺の動画というのを今日お伝えしていこうかなと思います。はい、というわけで今袋から出してみたんですけど、このマット感がですね、高級感を出してます。このサラサラの素材ですね、このツヤ加工がしてないバットなので、すごくこの打感は手にくるんじゃないかなと思います。自分が結構使ってきたのはツヤ加工されてるやつが多かったんですけど、これツヤ加工されてないモデルですね。いや、普通に軽いですね。軽いというか、その硬式をやる時の体の感覚が、まあ、自分の中であるんですけど、その感覚で振ったらめちゃくちゃバットが出てくると思います。けど軟式の感覚で振ったら、まあ、ワニクラッシャーが 710g なんで、いつも使ってるのが、それに比べたら重いですけど、その硬式を打とうっていう脳で打ちに行った時の感覚ではないなっていう感じですね。お、1球で上がりました。乗ってる感覚はほぼゼロです。もうガチッガチッって弾いてる感じですね。まあ普段のバットよりも800ってめちゃくちゃ軽いので、自分で力を起こしに行かなくてもいいかなって気がします。いつも公式バット持つ時、重いからちゃんと自分でパワーを起こさなきゃって思うんですけど、多少その気持ちは楽になりますね。多分これまでこの 800g って竹バットとか出してるメーカーがあったりとか、この BFJ が付いてない軟式バットではもちろんあったんですけど、公式のこの BFJ マークが付いてる800って自分の中で見たことないですよね。それがすごく需要を生むんじゃないかなと思ってます。例えば夏場とか体力落ちてきて860、70使ってる人たちが、まあ、この企画だと84の850ってのが存在するんですけど、それだったりとか、ちょっと触れてないなった時にこういう軽量の800とか、その引き出しとしてすごいありなんじゃないかなと思ってます。はい、というわけで、まあ、軽いのでその操作するっていう分ではすごいしやすいんですけど、まあ、打感も硬くてですね、手打った感じでも硬さを感じました。ちょっとこの後公式のウレタンですけど、マシンで打ってみましょう。
センターに、センターに。よし、次だ。はい、というわけで実際に使ってきたんですけど、まとめるとこんな感じです。打感としては硬めで、すごくカチッと公式ボールをカチッと弾くような打感で、良かったポイントはやはり軽量感があるので、重さを感じずにバットを扱えるかなっていう感じですね。まあ、軟式木製バットだとよく中をくり抜いたりしてるバットがほとんどなので、まあ、打感がちょっと軽くなるというか、軟式ボール打った時に軽く感じると思うんですけど、まあ、そことの違いがありますよっていうのと、この BFJ マーク付きで公式野球の社会人野球、大学野球で使えるルール対応をしているっていうところがメリットですね。で、まあ、逆に気になる点としては、まあ、バットが軽いということはスイングスピードは出るんですけど、これバットの重さを使って飛ばしたい人、そういう点で見るとやはりバット自体の重さは一般的な重さよりは軽いので、そういう反発力では、まあ、劣るかなっていう感じです。まあ、結局でもそれが触れないと意味ないので、まあ、個人的にはかなりこれ必要としてる部類のバットでしたので、すごく需要のあるバットなんじゃないかなと個人的には思いました。そんな感じで本日はローリングスの公式 BFJ マーク付きの軽量バットご紹介しました。これまでなかったバットだと思いますので、ぜひですね、求めてた方は概要欄からチェックしてみてください。82センチの790っていう特殊なバットもありますので、そちらもチェックしてみてください。引き続きまた面白い経験あったら紹介していきます。それでは今日の授業です。よいしょ。ガチリオにつかみ方が売りたい。2年後に独立なんて難しい。たださようで帰りを待ち続けるイブちゃんのために、もう逃げ道なんてないぜ。 No 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 My Life No 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 よっしゃ。そして今月のプレゼント企画はボルタの新作手袋3サイズセットを1名様にプレゼントします。 SML の3つのセットをですね、1名様にプレゼントして、こちらを友達チームメイトで使ってもらえたらなと思います。チャンネル登録&コメントで応募完了です。たくさんのご応募お待ちしております。